梅雨が長いですね。本当に6月7月とずっと梅雨ですよね。去年もこんな感じでね、夏をねまともに楽しめた記憶ありませんけれども、今年はね、まあ、コロナの影響もあって、夏らしいこともできずに終わるかと思いますけれども、今回もですね、山梨県に向かっております。山梨県の道志川沿いにですね、ちょっとね、穴場なのかわからないですけど、もともと人気がある場所だと思うんですけどね、コテージに泊まれるキャンプ場を見つけましたので、そちらに向かっております。で、いつものようにですね、道の駅に、向かって仮眠を取って、そこからまたいろいろ買い出ししてからキャンプ場に向かいます。霧がやべえ、わかりますかこれ、前見えないんだけど、超怖、マジで見えん。鹿いましたよ。山中湖いなくなっちゃった。はい、道の駅富士吉田着きました。なんか前回よりに圧倒的に車止まってますね。何が起きたんだこれは。おいおい、これ車中泊だらけじゃないか。はい、道の駅に着いてお手洗い行って、いつものモンベルの前に止めました。雨が強すぎてね、これは基本的にはね、外かなり寒いんで寝やすいかなと思いますけどね。いやー、どうなるんだろう。さっきそう聞いてください。もうガがね、めちゃくちゃいて、トイレに。気持ち悪かったー。では、おやすみなさい。無事寝れるかな今日は。はい、おはようございます。現在朝の9時過ぎですね。やはり眠れなかったです。任天堂スイッチ持ってきてあつ森やってたら、気がついたら朝になってました。今のところはね、雨降ってないですけれども、この後は、雨の予報で、これだけね霧もかかってて最高のキャンプ日和ですね。ではこの後買い物しに行ってですね、お昼ご飯を食べてからキャンプ場に向かいます。本日はですね、初めて来るスーパーにしてみました。いつも荻野とかマックスバリューですね、4系列行ってましたけど、地元のお店なのかな、なんか評価良かったんで行ってみます。はい、買い物終わりました。いや、非常にね、質がいいスーパーでしたね。ただやっぱり難しいですね。自分たちの欲しいものがなかったりだとか、どこで買ったらいいんだろう。結局マックスバリュー大きなスーパーになっちゃうのかな、これ。炭とかね、買いに行かなきゃいけないですね。炭がすごい高かった。今からですね、腹ごしらえをしにですね、富士吉田うどん食べに行きます。新しいお店です。緊張します。初めて行きます。じゃあちょっと行ってきます。着きました。では入ります。はい、来ました。いただきます。はい、ごちそうさまでした。うまかった。これぞ吉田うどんっていう味でしたね。ほんとね、冷やしはね硬い、もうね噛んでも噛んでも進まない感じでしたね。はい、今道志道です。もうね、ほんとこの道嫌い。雨なんですけどね、マジでね飛ばす。もう何台抜かさせたことかね。道志の森の近くなんでね、ここから10分ぐらい、運転してもう着きますね。
た。なんか緊張するね、初めてのところ。え、ここでいいのかな。ここっぽいっす、ここっぽいっす。いるか、お客さん。ちょっと入ってみます。なんか受付の場所が全然違かったみたいですね。今から受付します。揺れます揺れます。あの受付行ったらですね、あの案内してやるわと言われて、先導してもらってます。結構すごい道行くなこれ。はい、着きました。あのね、すごいいいとこですよ。雨さえ降ってなければ貸し切りだったのに。貸し切りだから最高だったのに。ちょっとざーっとねお見せしますね。ざーっと他にもバンガローがこういくつかあって、可愛い感じなんですよ。こういう感じでね、こういう感じでこういう感じであって、で今回泊まるのがこれです。このツリーハウスですね。すごいいいんだけど、しかも焚き火雨でもねできるそうですよ、下で。雨止んで。はい、荷物をとりあえず出し終えてですね、これからツリーハウスに入るところなんですけど、いや、天気がこんな感じなんで、もうね、下もやばいなって思ってたんですよ、地盤もね。そしたらね、このようにコンクリートになってて上がってるんで助かりました。しかも焚き火をこの下でやっていいっていうことなんで、ここで最高ですね、マジで。でチェックアウトもとりあえず、まあ今日お客さんが誰もいないということで、好きな時に帰ってっていうような感じのお姉様で、やばいやばい、ここ本当に絶対リピートする、すでに。はい、そしてこれがツリーハウス内ですね。冷蔵庫があって、コンセントがまあ2個かあるだけ十分で、お布団がねありますね。まあ綺麗かと言われると、まあ、こんなもんでしょうね、バンガローなんでね。で2階があって、怖怖怖。難点がですね、ここに上がるまでね屋根がついてないから濡れるんですよ、1階ですね。頑張れば10人ぐらいはね、危な、泊まれるから。あっ、危ない、今泊まれますね。よし、ちょっとじゃあある程度荷物入れてゆっくりしようかな。それではキャンプ場の散策をしますか。キャンプ場というか、ここはコテージが多い場所なのかな。コテージ、あ、けど下がテントかな、ちょっとよくわかんないですけど、鳥の住処か。はい、バンガローですね。で、こっちに行くとまたバンガローがあって、グラスハットかな、わかんない、読めない。中見たいな。で、あっちに行くと、うわ、これすごい、ランバージャック、安いんですよ。3、4000円とかで泊まれますね。ツリーハウスの左側にバリ風のコテージが2つありますね。これも広い、普通に。かわいい。そして先ほどの2つのコテージのもっと手前側に、さらに大きめのコテージがあって、で、その横に、これは何だろうね、バーみたいな感じの雰囲気もありますけども、中入ってみますか。フリー Wi-Fi あるのでかいな。ちょっと傘を置いて、あ、キッチンっぽいのが見えた。団体用のあれかな。あ、綺麗綺麗。なんか怖いね。
こういうところ入るの。キッチン、広いキッチン、共同の共用スペースですかね。こんな感じでありますね。奥があるまだ。こっちは、あ、こっちは入れないですね。あ、これはね、結構あれです。斬撃が起きてます。斬撃が。おっと。じゃあ出ます。そしてトイレが。ウォシュレット付きですね。嬉しいですね。はい、こちらがキャンプ場の入り口です。キャンプ水の元さんですね。山荘水の元さんが出てきちゃうんですけどね、そこが受付で、そこからねもう車で走んないと無理の距離ですね。で、わからないです、どこにあるのか。 Google ナビで行っちゃうとこんな感じです。入るとね、さっきのあれです、さっきの団体さん用のねスペースですね。はい、では川があるそうなので、せっかくなんで川も見に行きます。受付のお姉さん曰くですね、昨日、ちょうど昨日ね、天気がかなり良くて川にザブーンと飛び込んだ方々がたくさんいらっしゃったと。あ、ここテントか、こっちテントサイトだ。あ、これ待って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 、ドラム缶、ドラム缶風呂だ。そうだね、これすごっ、入る人いるんだ、すごっ。丸に、あ、下げられるか。へえ、結構コテージがねポツポツとありますね。小さめですけど、コテージバンガローかな。これが川ですね。先ほどまでね釣り人いたんですけどね、下岩とかあんまりなさそうだな。降りてみますか。下来ましたけど、これすごい綺麗だよ。雨なんで増量しちゃってて、水がね、川の水が流れが速いかもしれないですけど、昨日はみんなこうザブーンと飛び込んでたみたいです。これいいな。はい、一通りキャンプ場の散策は終わったと思います。雨なんでね、これ以上歩くのは厳しいので、ここらでやめておきます。で、おそらく動画もねかなり長くなっちゃってるんで、また第1部はこの辺にして、シャワーを浴びて寝ます。もう寝るしかないんで、することが、後半は夜編ですね。夜で、晩飯を作るところから開始になりますね。この景色が果たしてどうなるのか楽しみですね。貸し切りなんで誰もいないんで、もうちょっと寂しいんじゃないかなっていうぐらいになるんじゃないかと思いますけれども、よかったら後半もぜひ概要欄の方からご覧ください。そしてですね、よかったらチャンネル登録と高評価も押していただけたら非常に嬉しいです。では後半でお会いしましょう。バイバイ。やっとこの状態まで来ました。もう撮影とかいろいろしてるから本当忙しい。じゃあちょっといただきますわ。うーん、やっと。マジでね、この時いつも至福の時間なんですよ。